ラスベガスへの道。はい、ということで、今週もやってまいりましたラスベガスへ向けての、報告動画ということで、ハゲチョビン来てくれます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。こんばんは。はい、ハゲチョビンからのお知らせがあります。先週ですね、水曜日、スパーの時に実は左足靭帯を痛めてしまいました。はい、そうなんですよ。先週のね、あのクラスの前に動画を撮って、ちょっとね、地球の歩き方を買ったとかつって張り切ってたところなんですが、なんとその次の、もう30分後ぐらいにテイクダウンの練習をしてたら、チョビンが、テイクダウンをでした時に倒れたのかな。そうですね。でそこに相手が乗ってきて、なんか音がしたと。どんな音がしましたか？乾いた音ですね。乾いた音がした。結構いい音しましたね。いい音した。ということで、そこで、痛いと。でちょっとね、もう痛がってました。で大丈夫かよと思って、ね、次の日病院行きました。でしたらもう靭帯が大変なことになってると。断裂ですね。断裂ですよ。大丈夫なんですか？ということで今日の練習も来たんですが、見学と。いうことで見学してました。はい、どうでしたか？断裂と聞いたとき、いや自分実は右足を前十字切ってますんで、でもうそれよりが全然まだ手術いらないってことなんで、断裂しても手術いらないですか？勝手に食ってるんですか？これはあの聞いたら自然に治る。へー、そうなんですが、ただ時間がかかると、のことなんで。けどね、そういう風になった後からもう毎日プロテイン飲めと。プロテイン飲めば、靭帯もくっつくよということでやっぱ飲んでますね。飲んでたら、ちょっと痛みが和らいだと。やっぱプロテイン何でも効きますから。タンパク質ですから。日本あの人間の体の、爪だったり髪の毛だったり肌だったり、それこそ靭帯だってプロテインでできてますから、タンパク質ですから。それ飲んでたらちょっと痛みが収まったと。でかなり良くなったらしいですね。けど痛い。はい、けど今日もちゃんと歩けてるから、まあ、大丈夫でしょうと。であとなんかすごい注射を打つと。 PRP どういう何の略ですか？ PRP ちょっと自分もまだ調べてないんですけど、けど PRP っていう注射を打つ。ネット出てくればあの出てきます、ちゃんと。はい、 Google 入れてくれれば Google で、はい、Google 先生に聞いてみると。ただ保険が効かないので実費だそうです。それがまあ5万ぐらいかかるとの。5万円の注射、もう気持ちよくなっちゃう注射ですまあこれじゃないですからね。あの、もう炙りだって合法ですもん。合法ドラッグじゃあ5万円の注射を打つ。それいつですか、打つのは？来週で1回 MRI 取りますんで、うん、それで、うん、半月板に異常なければ出発する1週間前に打ちたいなとは思ってますね。はい、じゃあその注射を打つのは、打つとどういう効果があるんですか？ PRP 先生が言うには、今よりが楽になると。膝が楽になる。はい、あ、うん、痛みとの戦いなんで。あ、そんなに痛いんですか？足動かすと痛いですね。この日手は痛くないですけど、うん、やっぱここから立つ時とか、うん、歩くと何時間20分と10分歩くとやっぱちょっと痛みが出てきますね、うん、でもやっぱね、やっぱ足はね、だって日常生活使えますからね、はあ、まあ、こればっかりしょうがない。まあ練習中のアクシデントはねしょうがないんで、まあ、けどねちょっと運が悪かったなっていうのはちょっとありますが、ちょっとこれでね、テンションが下がってると。あ、でも逆に怪我したおかげじゃないですけど、うん、食事に気を使ってる人になりましたね。お、実は今まで暴飲暴食部分もありましたんで、うん、ちょっとタンパク質多く取ろうかなとか、うん、やっぱ鶏をちょっとチキン、はい、必然的に選びますね。うん、あ、鳥を必然的に、あ、取ったほうが治るよねっていう、うんうん、はあ、ちょっといい傾向で。プロテインもやっぱ飲む頻度も、うん、今まではちょっと適当、まあちょっと飲むかなって感じだったけど、うん、今はちょっと1日2回と、うん、朝夜いいじゃん、朝晩、はい、でも大事ですよ、はい、でチキンを食う、クッキンを食べると、このチキン野郎いいんじゃないでしょうか。逆にちょっといい傾向が出てきてるんで。そうですね、はい、でやっぱりこれはね、まあ、ちょっと試練だと思いますよ。神様が与えてくれた試練、うん、けどその怪我をした中で何をやれるか、どれができるかっていうのを今チョビンは考えて、はい、チキンを食ったりプロテイン飲んだりっていうことをやってて、その PRP も打ったりと、はい、まだまだね時間はありますから、あと1ヶ月ありますよ。そうですね、
はい、だってそれがね出発の3日前とかで怪我してたらもう絶望ですけど、はい、まだ1ヶ月ありますから、はあ、やれることはちょっとやろうか。そうでさっきもすごいね気弱、はい、なこと言ってましたよ。もうマットにもう危険しようかなみたいな、バカい手じゃねえと。もうだってもう足がなくたって呪術やってる人いるのに足もあるんだから今からそういうこと言ってんじゃねえって言って、もう一括入れましたよ、ね、もうそこら辺もねちょっと、1ヶ月あるから何ができるかっていうのをちょっと考えつつやっていければいいと思いますよ、うん、はい、はい、じゃあ地球の歩き方、はい、買いました。地球の歩き方、もうチョビンがね地球の歩き方買ったって言ったから俺ラスベガスかと思ったらロサンゼルスですよ。ロサンゼルスの地球の歩き方のロサンゼルスなんて死ぬほど言ってるからこんなの見なくたって全部俺頭が入ってるんですけど。マジでびっくりしました。ラスベガスはやらないかなと思って、逆にそんなにいないんじゃないですか多分話聞いてると。まあねまあね、はあ、びっくりしました。ロサンゼルスでしたけど、だってロサンゼルスはあれでしょ、エンゼルススタジアムでしょ。いやそうでもないですね。エンゼルスさあと何をやりたいんですか。あとディズニーランド、ちょっとこの前ちょっと話されて、うん、いやこれ結構行きたいなと思って、うん、ディズニーランド、ああなんかこのハゲ頭と坊主頭で二人でディズニーランド行っちゃうんですか。いやちょっと言われた、あこれ行ってみたいな、なかなか行く機会ない、うん、まあ確かにね、いや全然いいと思いますよ。あのああギャラクシーズエッジがある方だったら俺ももう一回行ってもいいなと思っております。ああ見たら結構広いんですね、これ。いや広いですよ。ああでプーさんもいるしですよね。結構いろんなのいますよ。あのアベンジャーズもいたし、ああ俺両方行ったんだけど、ああいやこれ行った方がいいと思います。あのダウンタウンディズニーっていうのがあって、ああそこにスターウォーズ専門店もあります。ありますよ。レゴ専門店もあるし、だからそこの、ディズニーホテルの中の、あの グーフィーズキッチンって言ったかな、そこでなんか食事をするとあのグーフィーとか会いに来てくれる。行きましたから。1日もあるんですかこれ。1日もあります。結構広いですよね。じゃあちょっとそれも行きたいなっていうところですか。ちょっと、はあ、じゃあもうハゲ頭と坊主頭でじゃあアナハイムで行きますか、はあ、じゃあそうですね。金屋さんからのこれ言われて選手、あちょっと俺いいなと思って、あちょっとその気になっちゃった、はあ、だからもうチョビンもねあの簡単ですから、あのどうだわラスベガス行くかっつったら行きますみたいな、だからディズニーランドどうだっつったら行きたいなと思いますみたいな、もう簡単にねマインドコントロールできますからもう単純ですから。遠いんですよねその。いやアナハイム近いですよ。これ見るとちょっとまあちょっと離れてますよね。いやあのね、はあこれこの地図、はあまあ、こういうのちょっとあの全体地図があるんですけど、あの結構ねあの車で1時間とか走っちゃえば結構どこでも行けますよ。だって本当あのロサンゼルスからラスベガスまで4時間だみたいな感じ、4時間、はあ、5時間とかなんで、だから日本で言えば4時間って言ったらだって大阪、ああ愛知ですね、愛知、名古屋ね、大阪、そんな感じでしょ、はあでそんなので車で全然行けるじゃん、はあ、しかもだってハイウェイだからずっと1本だし、であとはその本当ハイウェイっていうかフリーウェイだからその全部あのまっすぐだし全然大変じゃないし、でまあ本当向こうはね、移動に1時間かかるって全然あるから、うん、だからそこはそんなに苦じゃないかなと俺は思いますけどね。いや景色見たいなって自分の上司の留香さんからで、なんか、うん行くんだったら飛行機より車だよねっていうのは、うん、そうですね景色見れるし、はい、で車もねもうあの予約してあります。桜レンタカーで10日間で900ドル。10万ぐらい10万じゃないでしょう。もう900ドルっていうことだからもう13万円とかじゃないですか。そうかそうかそうか、100円じゃねえんだそうけど、あのどっちにしろあの、ロサンゼルス俺らチケット取ったらロサンゼルス往復だから、そこからプラス100ドルとかで、ラスベガス飛ぶでしょ。で2人だから200ドルじゃん。で帰りラスベガスからロサンゼルス行くときはまた2人だから100ドル下がる、200ドル400ドルかかるわけでしょ。でなってくると、でそこであの車で行っちゃえばそれプラス500ドルだから1日100ドルだと思えば全然、あのロサンゼルス行ったら車ないと全然生活できないから、その時から1日100ドルだと思えば全然ありかなという感じですね。ただチョビンがねその人体が断裂してる状態でアクセルとブレーキをちゃんと踏めるのか。マニュアルなんですか。いや全然オートマですよ。でちゃんと保険も入れてるのはその金額なんで。へー
まあいいんじゃないですか、それで。でもやっぱそこで、あのそうせばラスベガス行った時でも、あのだってこんな足引きずって炎天下の中20分歩くって辛くない？まあそうですね、確かに。じゃあ車でパッとあのホテルから会場までパッと行けるし、でそれもそういうのもあるからやっぱ借りといた方がいいかなと思いまして、それを借りときました。であとはそれでね、チョビンがちゃんと運転をして、いやけど、え、日本車ですか？日本車ですよ。あ、けど右ハンドル左ハンドルちょっと分かりませんね。なんかあの日本名なんとかみたいな書いてありましたね。まあ、ちょっとそれもあのチェックしつつ、まあいいんじゃないでしょうか。やっぱこういう風にね、旅にアクセントはつきものですよ。いや、いいあのものをもらいましたね、僕は。逆に、うん、これプラスにできてるね、今。うん、そう、ポジティブにね。そうですね。ダメだったら家来たりしないからもう、うん、はあ、上司からも言われてますね。お、じゃあ上司にね、富岡さんからも、そうちゃんとそれをねやってもらわないといけません、はあ、ピリッとね、ちゃんとこのあと1ヶ月、ね、ちょうど1ヶ月じゃないですか、今8月頭なんで。そうですね、もうこの下旬には出発してますから、ね、そうですよ。それまでにその5枚の注射を打って、はあ、どんだけ治るのかどうか、まあ、そうですね、それもやっぱいい報告さ、ね、皆さんにできればなと思ってますね、うんうん、あのやっぱ努力はね無駄じゃないってことをちょっとここで証明したいなっていうのがありますので、はい、そうですね、はい、ということでこの、ラスベガスへの道、このちょっと今日は報告と、もう断裂報告、もう大変なことになってます。まあ来週はね、特になしだから、俺来週は俺ミューズのクラスお休みさせていただくので、その次の週にまたチョビンの膝の状態がどうなのか、人体の状態がどうなのかっていうのをちょっと調査して、だってこれからだって、要は2週間空くわけでしょ、はい、14日間空いてりゃそれはね、いやもうピンピンですよってなるかもしれない。ちょっと面白そうですね、自分もどうなるのか、ね、この2週間後の報告がどうなるかっていうのも含めて、はい、次回皆さんにお伝えしたいなと思っております。はい、はい、じゃあ皆さんに向けて一言お願いします。自分ができることを精一杯やって、うん、また2週間後にあこの時変わったっていうのをちょっとね報告したいなと思ってますんで、うん、見てる方はお楽しみに待ってください、はい、別にこんな動画ね楽しみにしてる人、ね、あんまいないと思いますよ。あ、本当ですか。こうけどね、神戸のね佐藤君はチョビンさん、もう頑張ってくださいって伝えてくださいって言って熱いメッセージをくれましたよ。佐藤君はこの動画見てるって言ってたんで、あ、金谷さんこの LINE もいただいて、そうでやっぱこういう風にね、このハゲ頭の病状を気にかけてくれる人もいるかもしれない。それもね含めてまた報告したいと思っておりますので、佐藤君にはもうこのビデオレターで佐藤君にメッセージをお願いします。あ、佐藤さん見てますか。ありがとうございます、応援。佐藤さんの応援に僕もね大変嬉しく思います。それに応えられるように頑張ります。おーす、ということでね、水待ってます。バカ言ってたな、バカだね。うるさいんだよ。はい、ということなので今回はこういった報告になります。でもうこの2週間でこの旅のね地球の歩き方を熟読してロサンゼルスに備えるハゲチョビンですから、ね、こちらの方もねもう行きたいところをしっかりとリストアップして、頑張っていきましょう。じゃあまた次回お目にかかりたいと思います。さよなら、さよなら。